ディスレクシアは学習障害の一種で知的能力及び一般的な理解能力などに特に異常がないにもかかわらず文字の読み書き学習に著しい困難を抱える障害である。質読み症、難読症、識字障害、読字障害、読み書き障害とも訳される。発達性読字障害とも呼ばれる。1884年にドイツの眼科医、 ルドルフ・ベルリンによって報告され命名された。2013年に改定された、米国精神医学会の診断基準では、原局性学習症の中で独自に限定した症状を示すタイプの代替的な用語として、ディスレクシアを使用しても良いことになった。独自に困難があると、当然ながら、所持にも困難があるため日本では、発達性読み書き障害と呼ばれることもある。 顕著な例では数字の7と7を同一のものとして理解ができなかったり、文字がひっくり返って記憶されたりして正確に覚えられないなど様々な例がある。原因は遺伝的側面と環境要素があるとされる。治療法は患者の問題ではなくニーズに合わせた教育方法をとることによって視力を対象とした治療では効果がない。 ディスレクシアは学習障害の中で最も多い障害であり、世界すべての地域で確認され、人口の3から7%ほどに見られるが、それがハンディとなっているのは20%程度である。男性の方が診断率が高いが、男女で等しく確認されると言われている。一部の人々はディスレクシアを長所と短所を合わせ持つ、異なる学習のプロセスとみなすべきだと主張している。 識字プロセスには、文字や単語を構成する音に結びつけて分析する音音韻的処理から、単語、文章そのものからダイレクトに意味を理解する、政治法的処理までいくつかの段階がある。ディスレクシアはそれら様々な段階での症例が報告されており、例えば二つの文字の違いがわからない、文字や単語の理解まで非常に時間がかかる、文字の並びが歪んで見える。 文字自体が二重に見えるなど様々である。読むことはできるが書くことはできないは、一般的な言語学習段階上の経験として覚えのある向きもあろう。ただ、これを学習障害の一種とするかは、日本語においては見解が分かれている。研究によってディスレクシアの人は脳での情報処理の仕方が一般の人と異なることが明らかになってきている。一般の人は、 脳内の情報を統合する領域で文字を自動処理しているが、ディスレクシアの人々はこの文字処理がスムーズに行えず、通常とは違う脳の働きをしているという。人類が文字を使い始めたのは5000年ほど前からと言われ、脳には文字の読み書きを行う中枢領域は存在せず、他の代替機能を使って文字の読み書きをしている。 ディスレクシアの人々は文字が読める大多数の人々とは異なる脳の領域を使っており、そのためスムーズな文字の読み書きが行えないと考えられている。この障害は家族性の場合もあり、遺伝性と考えられる。例えば親が症状を持つ場合、子供の23から65%に同様の症状が認められるとの報告がある。 スウェーデン国王カール16世グスタフはディスレクシアで、あるが、その長女のビクトリア王大使や、長男のカール・フィリップ王子も、同様の障害がある。作家のジョン・アービングや金融家のチャールズ・エム、シュワブ、NPO 法人エッジの東土・エイコは、子供がディスレクシアと診断されてから、自らもそうであることが判明した。正確な有病率は不明だが、 人口において低くて5%、高くて17%に見られると推定されている。男性の方がたびたび多く確認されるが、一方で男女比は等しいとも言われている。ディスレクシアは言語によっても現れ方が異なることが示唆されており、イタリア語などでは英語やフランス語より顕在化しにくい可能性が指摘されている。特に英語圏で問題とされており、米国では 人口のおよそ1割の人が何らかの程度でディスレクシアを抱えているとも言われる。米国では2割近くの人々が何らかの形で独自障害に関わる症状を持つという調査結果もある。日本では現在のところディスレクシアに関わる研究があまり進んでおらず、社会的な実態調査や実情の把握自体がなされていない状況であり、 成人のディスレクシアの判定法も確立されていない。日本語におけるディスレクシアの多くは、このような音音に関係したディスレクシアとは異なるタイプとの見方もある。海外留学中の人が初めてディスレクシアと診断されたなどの例もあり、英語教育の普及などによりこれから顕在化してくる可能性もある。これらの障害を抱えた人々をサポートするために、 文字そのものを音声化して理解させる工夫が行われている。ノートテイクやテストなどに情報技術を活用する試みも進んでいる。例えば、コンピューター上の画面でテキストを人工音声で読み上げさせることはできる。その際、読み上げさせるソフトによっては、読み上げ箇所を反転表示できるため、読み補助としても効果がある。スマートフォンを使ったトレーニングや、 任天堂スイッチを使ったトレーニングなど家庭で行える取り組みも行われている。障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律や日本国著作権法の改正によりデジタル化された教科書をそのまま読み上げさせることも可能になっている。また、個人差はあるものの医療機関で 言語聴覚士などによるリハビリテーションを受けることで、文字の音や意味を思い出すことができ、職場復帰に至った事例も報告されている。英語圏では、ディスレクシアの人にとって、読みやすいフォントも開発されており、ディスレキシー、オパンディスレクシックなどがある。この障害を有する人で、大学などの通常の高等教育を受けている場合も、少なくない。それどころか、気づかないままで、 素晴らしい業績を上げる人もいる。しかし、現代の高等教育はそのほとんどが文字媒体により情報を交換する手段に頼っているので制約が著しいことは否めない。現在では先端技術の開発により論文もテキストファイルであれば読み上げたり、読みやすいフォントに変更して読み取ることができるようになっている。また、 書くことに関してはパソコンなどの活用により格段に表現がしやすくなっている。大学入試センター試験も2011年度からは発達障害を有する人に対して試験時間の延長などの配慮ができるようになる。他人に顕著ではないこれらの症例であるために社会的に思わぬ差別や別史、疎外を受けることも少なくない。そのため彼らの権利を擁護する団体が国内、 国外問わず活動している。日本においては、南雲明彦、東土栄子、柳谷カロクのように自身がディスレクシアであると公言し、ディスレクシアによって社会的に不当な扱いを受けている人々を積極的に支援しようとする動きを見せている人々も多い。ハリウッドスターであるトム・クルーズが自らディスレクシアだと公表したことによって、この障害の知名度が高まった。トム・クルーズの他に、 キアヌ・リーブスやジョン・デランシーなども自らがディスレクシアであることを明かしている。ジェニファー・アニストンも20代前半にディスレクシアと診断されたと2015年に公表している。オーランド・ブルームは幼少期にディスレクシアで悩まされたが聖書の朗読などで現在では改善されつつある。また、キーラ・ナイト・レイは録音読書で学習したり色付きメガネをかけて 文章の文字が混じって見えないように工夫して読書している。古生物学者のジャック・ホーナーもディスレクシアの一人とされる。恐竜が鳥類に近い生き物であったことを証明し、映画ジュラシック・パークの恐竜博士のモデルともなったジャック・ホーナーの読み書き能力は小学3年生程度であり、普段は文章を一度コンピューターに打ち込み、読み上げソフトを使用して聞き取る形で読んでいる。その ジュラシック・パークの監督、スティーブン・スピルバーグも自身がディスレクシアの診断を受けたことを告白している。実際に独自障害のため学校卒業が2年遅れ、いじめ体験や学校に行くことが苦痛だったと語っている。現在でも脚本などを読むのは人の2倍、時間を要するとのこと。トーマス・エジソン、レオナルド・ダ・ヴィンチ、アルベルト・アインシュタイン、ジョージ・パットン第2代。 アイバーハクシャクルパートギネスもディスレクシアだったとされている。2008年及び2014から2015年、2017から2018年の F1 世界選手権を制した会一ドライバールイス・ハミルトンは子供から質問を受けるドイツ紙、シュトットガルターツアイトゥングのインタビューで学校生活について質問を受け、僕はディスレクシアだから大変だったとコメントした。 女優のウーピーゴールドバーグは文字を左右反対に書いてしまう症状を持つディスレクシアである。ビリーズブートキャンプでおなじみのビリー隊長こと、ビリーブランクスも読み書き困難な質読み症であることを明かしている。ありがとうございます。